おはようございます。遠藤です。1月18日、朝からよろしくお願いします。ということで、いよいよ来ましたね。日銀待ちということで。まあ、その話はまた後ほどやります。まず、昨日のおさらいからいってみましょう。えー、昨う中国なんですが、あ2022年の第4四半期の GDP 前年比で、 3.9から2.9に低下。まあ、ただこれ予想1.8でしたね。前期比も3.9から0%。これは予想はマイナス0.8ということで、まあ、伸び率が鈍化したんですが、まあ、これはまだゼロコロナの規制をやってた時だったんで。 えー、まあ、そういう影響をこむったというところですよね。あとは、鉱工業生産も2.2から1.3に低下、ただこれも0.2予想よりは良かった。氷売上高、マイナス5.9%からマイナス1.8%ということで、えー、これもマイナスだったんですけど、マイナス8.6の予想だったんですが、それよりは良かったということなんで、総じて中国の まあ,あと固定資資産投資ですよね、まあ、これはどのぐらい不動産に投資してるかということなんですが、まあ、5.3から5.1ということで総じ、まあ、て数字自体はあの前回から悪化したんですけど予想よりはあの上回ってるということでこれやっぱりゼロコロナの影響をどこまでこれから回復できるかっていうのは、まあ、世界経済にとってももちろん重要だしゴードルとか資源国通貨にとっても大きな 材料になりますよねただ、昨日からずいぶんニュース出てますけど、中国が初めてこう人口減少に陥ったということで、GDP の計算というのは人、えー、人口が増えるということと生産性が上がるという2つのエンジンがあるわけですよね。まあ、そのうちの1つが、えー、今後、GDP にとってマイナス要因というのは、やっぱり中国が今後も、えー、っとこれまでの、うん、成長を続けられないということなんで、 まあ日本はね、どっちもちょっとダメっていうことなんで、まあまあ、日本も頑張んなきゃいけないんですけど、ちょっと中国の影響、これ、人口は長期的な影響なんでね、短期でどうのこうのっていうわけではないです。あと、ドイツの ZEW 景気期待指数が、これはマイナス23.3から16.9に好転したんですが、 まあドイツは IFO とか IFO とかっていうのとこの ZEW がまあ大体有名な景気期待指数なんですがうんまああんまりこれでどうのこうのっていう感じでもないですよね。それより僕が気になったのはブルンバーグのニュースで ECB の当局者がえ次回2月は あのー、0.5%、これは、えー、ほぼほぼ間違いないんですが、2月2日ですよね。その後3月16日以降は0.25%に利上げペース減速するんじゃないかっていうブルームバーグの記事ですよね。まあ、これ、どうなんでしょうっていう感じなんですけど、はい。うーん、まあ、これ、確かに、えー、っと、 ドイツとか昨日見ても消費者物価指数が10から8.6に低下してるわけなんですが、前月比もマイナス0.5からマイナス0.8って低下してるわけなんですが、まあまあこれどうなっていくか、次回やっぱりの会合でのその後の まあ、ラガルトさんとか声明文を見てみたいなというふうに思いました、まあ、これを受けてドイツの10年債利回りなんかは2.131%から2.092%に若干低下してますよね、はい、あとは昨日発表されたのでニューヨーク年銀ニューヨーク州の製造業業況指数というのがありますね、まあ、これはマイナス11.2からマイナス32.9っていうことでこれ、まあ、急落 っていう感じで、過去5番目のお低水準になったようですね。ちょっとこれを見ていきたいと思うんですが、これですよね。うん、ちょっと広げますね。まあ、ニューヨーク州、エンパイアステートっていうみたいなんですけど、エンパイアステートーマニュファクチャリングサーベイと。 いいう,うに言いますで、まあ、グラフで見るとこんな感じで、まあ、コロナ禍以来の低水準にまで落ち込んだこれも、まあ、PMI なんかと同じような、えーまあ、期待感調査というかアンケート系ですよねマイナス11.2からマイナス32.9特にこのニューオーダーっていう、まあ、製造業なんでニューオーダーがマイナス3.6からマイナス31.1に結構減速しました。 まあ生産もマイナス22.4に落ち込んでますしまあ受注残なんかも落ちてますしまあデリバリータイムの方はこれ数字が低下してるんでまあ供,給あの供給はちょっと回復してるっていうところですよね。ただ、えっと 雇用なんかも14から2.8に低下してますのでやっぱりこの雇用の部分とかニューオーダーの部分が非常に落ち込んでるっていうのがちょっと心配な、あのー、ケースになります。あとは、えー、とカナダの。 CPI ですよね、これ、前月比0.1から0点マイナス0.62、予想マイナス0.5、前年比は6.8から6.3ということで、予想は6.4だったということで、カナダもちょっと順調にあの消費者物価指数落ちてるんで、まあ、ここらへん、こんな感じになってますよね。あの一番高いとこっていうのは8.1、えー、っと、 昨年の10えごめんなさい、6月に8.1%まで上昇したんですが、えっとまあ、そこからは、えっと、こちらは、えっと、コア,コア指数ですよね8.1%まで上昇したときア指数5.3だったんですが、まあ、そこから全体指数は6.3に落ちているただコア指数の方はあまり落ちてないのでやっぱりここら辺もちょっとカナダに関してはあのちょっと心配な。 ところまああの中銀関係者としては心配なとこですよねやっぱりコアの方が、えー、重要なんで、えー、まぁ、あ、そうすると引き続き今月も売り上げかなというところなんですがカナダは今月25日、えー、政策金利発表ですねはい そんな感じです。あと、バーキン・リッチモンド・レンギン総裁が2%に物価が低下すると確信があ,あるまで利上げは打ち止めはないということを言ってました。まあ、昨日、ただ債券利回りは2年債は4.241から4.204に低下したんですが、10年債は3.51から3.54%に上昇。 で株価なんですが、えー、ゴールドマン・サックスの決算がクソ悪くて、あのー、ゴールドマン自体がマイナス6.4%の株価下落ということで、まあ、それを受けてダウが、えー、マイナス1.14、まあ、SP とナスは0.14の上昇なんですが、えー、とそんなまちまちの動きになりました、えー、というところですね。ビッグ数20割れてるんで、全体が悪かったっていうわけではないんですが、ちょっと見てみましょうか。 で、えー、こんな感じになってます。えー、とダウが1.14%、これ GS の影響ですよね。ナスダックは0.14%上昇、SP が0.2%低下ということで、まあ、こんな感じですよね。えー、と、うん、こうまあ、えー、銀行株、全体的に悪かったですよね。うん あとはこれ、えー、GS が6.44%下落。一方でモルスタは、えー、と上昇ということで、モルスタは良かったんですよね。はい。そんな感じですかね。あとテスラが、えー、テスラ上昇、7.4%上昇というところですね。うんうん、はい。 えーまあ、テスラは中国の1月の販売台数が増加したというところで、まあ、これが良かった感じですね、はい。そんな感じでございます。で、フィアグリードインデックスは、まあ、63から65ということで、あのー、やっぱりちょっとマーケット、若干短期的には過熱してるかなという感じはしますね。えーっとまあ ビッグ前,前日の18.25から19.36に若干上昇していますが1%ほど上昇していますがそれでは言っても20%を切れているというやっぱり低水準なんで全体的にマーケットの雰囲気はまだ今いいというところで、まあ、ちょっと苦手。 今後今日はまあ日銀なんでね、まああのー、昨日も話したかと思うんですけど日銀の,その世界的なあの金利の影響っていうのはやっぱり連覇連、あのー、こう影響し合いますので一番でかいのはやっぱり、えー、フェド、あのー、アメリカの金利なんですけど、まあ、日銀がこう金利が上がったりすると、まあ、それの影響でえっと まあそれだけじゃないんですけど、欧州とかアメリカの金利の上がる原因っていう、一つの原因になることもあるんで、まあ、そういう意味では連動してるというところですよね。まあ、世界的にやっぱり日銀の動きは注目されてるというところかと思います。で、今日はやっぱりなんといっても、まあ、大方の予想は、えっ、ー、と、何もやん、あの、政策金利とか、イールドカーブコントロール自体は、 動かさないといとうのが、まあ、コンセンセサスですよねただ、えー、物価展望レポートが発表になりますのでその展望レポートの、えー、消費者物価の見通しを上方修正するんじゃないか。 とというとこですこれ前回の10月の展望レポートなんですがこのように消費者物価指数が今年の見通し1.6%、まあ、来年も1.6%だったのがこれを2%近くに上昇させるんじゃないかというとこですねまあそうすることによって物価が上がってるということで、えー、徐々に大規模緩和からこう。 出口に向かっていくというまストーリーを描きたいのかなというところですで、まあ、物価展望レポートってこんな感じになってて一応前回の概要だと先、えー、っと資源高経済減速に海外経済の減速による下押し圧力があるものの感染から 回復してっていうような話になってますが、まあ今日のところはこの概要というよりは先ほど申し上げたように消費者物価指数がどのぐらい情報修正されるか、消費者物価指数の見通しが <laughs> すいません、ね、どのぐらい情報修正されるかというところですね。ただ、えー、とただ、 あのマイナス金利を離脱、あの利上げ、まあい、いわゆる利上げですよね、利上げはやっぱり海外があのもうそろそろ利上げピークになるんじゃないかなというところで、利上げはしないと思うんですが、イールドカーブコントロールを あのー、いずれこれ、今も0.5%攻撃を受けて、えー、債券の売りがすごいじゃないですか、それを、えーとまあ、介入というか、あのー、債券の日銀が買い,買いをずっとやってて、えーまあ、すごい量を買ってるわけですよね、それはやっぱり、うんなんていうのかな。 あの正しい正しくないじゃなくて、まあ、非常にマーケットの原則からは反することをやってるわけなんで、まあ、これは長続きしないでしょうというところなんですがそうなってくるとこのイルドカーブコントロール今0.5%で、えー、抑えてるのを0.75%にしましょう。 とということになるまた0.75%に張り付いてそこで日銀は大量に買っていかなきゃいけないじゃあそれをまた1%にしましょうっていうとまた1%までいくというところなんですがただスワップ金利っていうあのそのイールドカーブコントロールとか規制が効かないとこの長期金利の、まあ、1つの指標で見ると大体1%ぐらいが10年ものになってるんで1%ぐらいが まあまあ,あの10年再利回りでもあの適正値になるんじゃないかというとこなんでまあ撤廃した場合あのウィルドカップコントロールもやめ,やめますって言った場合ドンと1%まで金利は上昇するかもしれないんですけどまあオーバーシュートするしたとしても1%前後で、えー、っと落ち着く可能性があるんで。 まあ最終的にはあのこれをやらざるを得ない、まあ、撤退戦なんですけどこうどん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 ちょっとずつちょっとずつこう逃げていってもそこまでこう迫ってくるんで一気にこう撤廃しちゃった方がまが、あ、そうすると投機筋っていうのは売ってた日本国債買い戻しますし、まあ、ドル円も一瞬円高にドーンっといったとしてもいずれあのそれが戻ってくるっていう動きになると思うんですよね。ちょっとそれはジ領事ではでであるんですけど まあ、その何兆円とか20兆円何十何兆円とか20兆円とか国債を買い毎日毎日こうっていうか1週間でそのぐらい,買,い買うっていうのを続けるよりはどっかでもしかしたら決断しなきゃいけないそれがまあすごく可能性としてはすごく低いと思うんですけど今日撤廃みたいな。 こととだってて可能性しまあそうなった場合言ったようにドーンと円高いってあの再建リマリオもバーンと1%まで10年生いくと思うんですけど結局はそれで悪抜けっていうことになってどれも反発まあ反発っていうかその適正調を探りに行く動きになるかと思いますまあただコンセンサスはやっぱりあの何もしないと、あのー、いうところなんでまあそういうことかなというふうに思いますあとは えーっとブルンバーム、ね、バーグ、先ほど言ったように ECB の話と今日の朝読んどきたいのは、まあ、うん静かな退職っていうこのあのリモートの,のところが増えていて最低限の仕事しかしないっていうことになってるんで、まあ、それは経営者がどう判断するかって話ですよね。 でやっぱり今日は乱高下が予想されますとまあ何しろ発表する時間が決まってないっていうのが一番嫌ですよねあとはゴールドマンの決算悪かったですよという話まあそれでやっぱり大量解雇になったわけですよねうんやっぱりそ,そうだったのかっていう感じですあと ECB がいずれ3月は0.25にする案が支持が集まりつつあるというふうにあのまあ あの匿名の関係者が明らかにしたと、まあ、リーク記事なんですかね。あとみずほがクレディ・スイスのトレーダーを採用しますと、まあ、そんな感じになってますね。はい、ということで、えーと、そうですね、ドル円、あのー、やっぱり、あのー、日銀プレイで買い戻しが入ったんですが、129円のところは重かったですよね。うん、で、昨日もお話ししたかと思うんですが、 まあピボットがちょうどやっぱり昨日はえっと下のピボット128円の3丸ぐらいで上が129円の2丸とまさにそのレンジで推移してまあ今日のところは上128円の43下127円の7丸なんですがまあ今日はこれこのレンジを想定するとまずいんで何が起こるか分かんないんでやっぱり下127円前回の安値ぐらいもち,もちろんその撤廃なんてことになると まあ125とか6台ぐらいまで一瞬突っ込む可能性っていうのは否定できないんですけどまあまあ何もなければ下が、まあ、127円うんの7080までいくかどうか上はやっぱりこの昨日の高値の129円の2030試して次は129円の6070ぐらいですよね。ここあのー 一時間足で見ると分かりやすいんですが、まあ、ここですよねもみ合って、えっと、レジスタンスになってる129円の。 まあ40、50ぐらいのゾーンのところが、まあ、ここが抜けられるかどうかっていうのが、ドル円としてはやっぱり短期的には重要なところですよね、ここが抜けないと、やっぱり円高トレンド続くかなという感じなんですが、やっぱりちょっと一旦日銀のことであく抜けになって、何もやらなかったとっいうことになると、ここを試しに行く可能性っていうのはあるかなというふうに思います。はいまあそうですね、あとはこう上昇してきた まあユロ、まあ、ドル売りの流れだったんですが、ちょっとやっぱり ECB のニュースもあって、ちょっと今、低下してるんで、まあ、このドル売りの流れ、まあドル円もそう、ドル円はドル売りの流れというよりは、日銀に向けた円高の動きなんですが、この2つの展開の1つの円高っていう要素が今日なくなるのかどうか、まあ、そこら辺を見極めながらという動きになるかと思います。とということで えー、まあ今日はねちょっと12時頃皆さんちょっと緊張して、えー、注意してトレードしましょうということでこの動画良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃれば是非チャンネル登録よろしくお願いします。